それでは、えっと、イベントに先立ちまして、皆様にいくつかご案内させていただきます。本日のイベントでは、顔出し可能な方はカメラオンでお願いします。交流会のお時間まではマイクをミュートにしてご参加ください。ご質問、困ったこと等ありましたら、画面の画面下のチャットにご入力ください。イベントの最中もご記入可能です。インターセイナーの対談のみ、録画させていただきます。質疑、 応答は録画いたしませんのでご発言ください。ネットの接続状況などにより配信が途中で途切れる可能性がございます。本日の発表者は画面の名前に星マークと背景がオイスカの写真になっている方です。ご確認ください。それではお時間になりましたのでイベントを開催させていただきます。本日はオイスカオンライン イベント2023海外だけじゃない国際協力 n g o オイスカの国内での環境活動全国のオイスカ学生インターン報告会交流会にご参加いただき誠にありがとうございます本日の司会進行を務めます2023年度 CSO ランニング制度にて中部日本研修センターでインターンを行っていました荒川ですよろしくお願いします まずは、オイスカをご存じない方もいらっしゃると思いますので、簡単に紹介させていただきます。オイスカはす、すべての人々がさまざまな違いを乗り越えて、共存し、地球上のあらゆる生命の基盤を守り、育てようとする世界を目指し、1961年に設立された国際 NGO です。主にアジア・太平洋地域を中心に、現在は41の国と、地域にネットワークを持ち、活動しております。 オイスカは住み続けられる未来のために、これらの4つの基盤,を4つを基盤として活動しております。1つ目は国内外の研修センターで循環型農業などの研修を行う人材育成。2つ目は植林活動や住民の生計工場を行う海外開発,海外開発協力。3つ目は子どもたちへの環境教育を行う子どもの森計画。4つ目は 国内外で起きている社会課題に対する取り組みを一人でも多くの人に知ってもらうための普及、啓発普及です。これら4つの活動を通じて、地域社会や世界との共生を目指し、地域に根ざした活動を行っています。次です。本日の流れです。えー、本日は、アジア地域を中心として活動するオイスカについて、国際活動だけでなく、 日本国内の環境活動や人材育成の取り組みについて知ってもらいたいという思いで企画しました。こんにちは。損保環境財団の CSO ランニング制度を通じて、東京事務所、名取事務所、中部日本研修センターの3つの異なる活動地域でのインターン活動についてご紹介します。最後に交流会の時間も設けております。皆さんからの質問やコメントは、私たちにとっても勉強になります。 お互いにとって学びのあるご近いになれば幸いです。対談の途中でもチャットにて質問やコメントを受け付けておりますので、ぜひご活用ください。それでは早速お話をお伺いしていきたいと思います。皆さん、ご準備でき,で,き、ま、できていますでしょうかまずは東京事務所でインターン活動を行いました。中谷ささんよろしししくお願いします、はい、お願願いいいいいままますすすははは画面共有させていただきます、はい、それでは 始めさせていただきます。皆さんこんばんは。大カ東京事務所でインターンをしていた中山里です。本日は金曜日のこの夜の時間の中、ご参加いただき本当にありがとうございます。まず、初めに簡単にですが、自己紹介と大カでインターンをするに至った動機についてお話ししたいと思います。私はつい先日、昨日ですね、卒業式が。 大学の卒業式がありまして卒業したばかりなんですけれども、えー、と国際交流国際協力専攻という専攻で比較的幅広い分野について、えー、いろいろ学んできました、はい、でその中で、えーとまあ、どうしてオイスカでインターンをしたいと思ったかということなんですが、えー、大学4年生の、えー、時に1年間休学をしまして、えー、オイスカインドネシアのスカブミ研修センターで、えー、インターンを 経験したというものがありますその経験を経て引き続き国際協力や環境問題の解決に携わりたいそしてさらにそれを将来につなげたいというふうに思ったのでインターンに応募いたしましたまた国際協力 NGO のバックオフィスについて学びたいということやインドネシアで起きていた環境問題というものをより多くの方に知ってもらいたいということもえ 応募にに至った理由なりますそして今日発表する私たち4人はオイスカでどのようなものを通じてインターンをしていたかということを少し簡単に説明したいと思います。私たち4人はこの損保環境財団が主催している CSO ラーニング制度というものを通じてオイスカでインターンをしておりました。 制度は大学生や大学院生の方に、えー、環境問題に取り組む CSO、えー、つまりは NPO や NGO などで8ヶ月間のインターンシップを行う制度のことですだいたい6月の下旬くらいから、えー、翌年の1月末までの8ヶ月間、えー、1時間あたり800円を奨学金として支給していただきながら活動を行いました、えー、また月1回の定例会や夏には全国合宿が あって、まあ、そこでは、えー、環境問題に関心のある同世代の、えー、学生たちといろんな、えー、交流をしたりですとか情報交換を行って活動してきました、えー、その中で私はのオイスカ東京事務所、えー、と本部にもなっているんですけどもこちらで8ヶ月間インターンさせていただきましたで月に具体的にどんな活動をしていたのかということでお話しさせていただきます えと私はえど、ー、もの森計画という大阪の環境教育をやっている、えー、部署に所属してインターンをしていたんですけども、えー、こういった子どもの森計画のホームページの更新などを行っておりました、えー、各国から届く、えー、活動報告だったりとか子どもたちからのメッセージを、えー、いつも支援してくださっている皆さんに向けて、えー、とホームページを更新していましたで私も、えー、とホームページ いろいろ更新したりとか編集したりするっていうこと自体が初めての経験だったのでどういうふうに子どもたちの日々の取り組みについてお伝えできるかなとかっていうことをいろいろ考えながら作業していました、はい、そして、えー、と企業様だったり支援企業様へのお礼状や、えー、報告書の作成また各国から送られてくる領収書が、えー、と本部に届いているデータと合っているかっていうことをチェックしたり、えー、そういったデスクワークを を中心に、えー、と活動をしていました、はい、また、えっと、職員の方へのインタビュー企画というので、これは、えー、本部でインターンをしていたあの学生たちが企画をしたものなんですけれども、国際協力や環境保全に関わる仕事っていうのは、なかなか選択肢が限られているので、皆さんがどういうふうにして、こうオイスカであのお仕事をされているのかっていう、キャリアの部分を、えーと お話をお伺いしたりとかっていうインタビューも、えー、させていただきました。はい、また、オイスカのスタッフブログやインスタグラムの更新も行っていて特にインスタグラムは力を入れて、えー、取り組んでいました、えー。どういうふうにしたら一人でも多くの人に興味を持ってもらえるか関心を持ってもらえるかということをいろいろ試行錯誤して、えー、動画を使ってみたり、えー、時間帯投稿する時間帯をいろいろ考えてみたりとかして。 あの投稿していました。なんでもしあのまだフォローいただいてない方いましたら、この機会にぜひフォローしていただけると嬉しいです。はい、また、えっと sns の発信だったりとか、事務所事務所での作業以外にも、こういった子どもの森親善大使のサポートというのもさせていただきました。 この子どもの森親善大使というのは各国で環境活動を行っている子どもたちやコーディネーターの方が来日して日本での環境保全のやり方を学んだりまた日々活動していることについて報告をしたりするものなんですけども昨年はちょうどインドネシアとタイの子どもたちが来日をしたのでその時にいろいろ一緒にサポートさせていただきました。 でえっと、この報告の時には子どもたちは日本語でプレゼンテーションをしていたんですけどもあの一生懸命、えー、練習した成果をあの発揮していてまた各国であの取り組んでいる環境活動について、えー、知ることもできて私自身もすごく聞いていてあの刺激になりました。 また、オイスカの現場の活動にも参加をさせていただいて、例えば富士山の森づくりですとか、山梨県、田場山村での大豆おなしの作業など、あの他にも、えーと、宮城県の海岸人のボランティアですとか、えー、と子ども積み木の広場で、木育の、えー、プログラムがあるんですけど、そういったものにも参加させていただいて、まあ、こう直接的に、えー、と支援者の方だったりとか、地域の皆さんとの交流をすることもできました。 あのこういった、えー、現場での,あの活動を通してオイスカがいかにその現場でのう人との関係性だったりとかつながりを大切にしているのかっていうところをあの実感することができましたはいそして最後になりますがチャリボンアットマーク大学ということでこのチャリボンというのは、えー、っと古本の、えー、査定額買い取り査定額というのを NGO や NPO に寄付できる取り組みなんですけどもこれをあのインターンの,の事務所とかあの現場での活動以外にえ自分の大学で取り組みとして行いました。あの自分のこうやってみたいっていうことをあの職員の方とかがすごくサポートしてくださってこういうふうに実現できたことっていうのはやはりインターンの中ですごくえ自分の中でも大きな経験となりました。 こうして、えっ、ー、と、八ヶ月間という長いようで、えー、あっという間な時間だったんですけれども、いろんな経験をさせていただいて、えー、たくさんの学びや気づきがありました。えー、一つが、プロジェクトや活動を支えてくださっている方々のことを忘れてはいけないということです。えー、これはすごく当たり前のことではあるんですけれども、やっぱり現場に行ったりとか、事務所でバックオフィスをやったりしていく中で、このオイスカの活動がいかに、えー、たくさんの方に。 のサポートによって成り立っているかということを実感することができて、まあ、そういった中でこう常に感謝の気持ちを忘れてはいけないっていうことをすごく感じました、えー、また思いを表現することの難しさということであのインスタグラムとかブログでいろいろと発信をしていたんですけれどもやっぱりただ発信するだけではなかなか自分の思いだったりは伝わりづらくて、えー、といかにこう 思いを伝えられるか、どういう風にしたら興味を持ってもらえるかということを考えるのは、あの、楽しくもあったんですけど、やっぱり難しさも感じました。え、ただ、ブログとか、えっ、ー、と、インスタを見て、いろいろとあのメッセージをくださる方も増えてきていて、あの一人でもやっぱり多くの方に知ってもらえることっていうのは、すごく大きな力になるなというのを、えー、感じました。 はい、でまたつながりや関係性を大切にすることは国際協力や環境保全を行う上で基本となるということで、まあ、これはこう人生においてというか生きる上でもすごく大事なことなんじゃないかなとは思うんですけどもやはり環境問題というこれだけ大きな規模の課題に対して取り組むってなった時にはやはりいろんな方々の協力だったり理解が不可欠でそういった理解を得るためにも つながりとか関係性というものがまず、えー、すごく大切であるなというふうに感じましたしこれだけオイスカが大規模に活動できているというのはそこがやっぱりしっかりとできているからなんじゃないかなというのをすごくインターンを通じて感じました。 はいそして最後になりますが、えー、自分のワクワクを信じてやってみることの大切さということで、えー、私も大学に入学したばっかりの時はやっぱりいろんなことに挑戦していく中でも、えー、不安だったりとか勇気がいるなって思うこといろいろあったんですけども、まあ、そういったことを、えー、乗り越えていってあの自分のやってみたいことにチャレンジしていくと、えー、すごく やっぱりり自信にもなりましたしたやって後悔したことは今まで何もなくてそれよりもやらなくて後悔する後悔の方が大きいんじゃないかなって思うのでもし皆さんも何か挑戦し,たいしてみたいことがあれば、えー、やってみてくださいということで、えー、っともしあのこのこれを機会にオフィスカインターンに興味を持ってくださった,いたら方がいらっしゃいましたら是非挑戦していただけたらなというふうに思います。 はいということでちょっと駆け足になってしまいましたが私からは以上ですご清聴ありがとうございましたありがとうございました続きまして中部日本研修センターでの活動報告ですこの地区では私荒川と松本さんの2人のインターン先ですので前半後半に分けての発表ですそれでは初めに松本さんよろしくお願いします本日はご参加いただきありがとうございます 私は、オイスカー中部日本研修センターでインターンをさせていただきました、松本未来です。活動報告をする前に、私の自己紹介からさせていただきます。現在、中京大学国際学部英米科の2年生です。私がなぜオイスカを選んだかといいますと、国際学部に所属しております。そのようにえ、様々な地域の人々との交流をしたいと思ったからです。早速ですが、 活動紹介に移らせていただきますオイスカ中部日本研修センターは愛知県の豊田市に位置しております。フィリピン、ミャンマー、フィジーなど、主にアジア太平洋地域から来日された研修生の農業研修、外国人技能実習生の日本語教育、植林活動など、など地域に根ざした環境啓発活動を主に行っています。 まずはじめに、えっと、私がインスターン期間中に主に取り組んだことについてお話しいたし、お話しいたします。私が主に期間インターン期間中に取り組んだこととしまして、研修生のセンターに向かえるための準備でした。迎えるための準備として、3つの作業をしました。 1つ目は、研修生を新しく迎えるための部屋の掃除と布団の準備です。布団の洗濯ではだけでなく、布団に部屋番号を手縫いで縫い付けたり、荷物を入れるタンスの準備をしたりなど、部屋の準備を一つとっても、やるべき作業はたくさんありました。二つ目は、実習生を受け入れるために必要な書類の準備です。 研修生を企業に受け入れてもらうための書類を日本語から英語にする作業や、海外で受けた診断結果を日本語に翻訳する作業をしました。どちらの作業も専門用語が非常に多く、提出する書類も多いため、翻訳するのがとても大変でした。三つ目は食事の準備です。多い時で30人以上の食事を準備する時もあり、 いかに効率よくできるかを考えるだけでなく、体力も必要でした。インターンを迎えて、研修生1人迎え入れるためにも、さまざまな準備を要し、書類上の手続きが必要で、多額の資金も必要とし、非常に大変なことを痛感しました。次に、中部日本研修センターで行われるイベントについてお話しします。中部日本研修センターは、 研修生と地域の関わりにも大切にしており、バザーやイベントを定期的に行っています。地域のイベントにバザー出展をし、商品の販売をほとんど研修生に任せたりなど、地域住民との関わる機会を設けています。センター内では地域の小学生を夏とクリスマスの時期に呼んで英語キャンプを行っています。英語キャンプでは、英語をただ学ぶのではなく、 トマトの収穫などの体験を通して英語を学ぶことができます。休憩時間でも研修生の方と小学生が交流することができます。私が参加した会の食事の時間では、フィリピン、ミャンマー、インドのフライドチキンにつけるソースを味わうことができ、海外の雰囲気を味わうことができました。ダンスの時間ではチキンダンスをメインに踊りました。チキンダンスは、 隣の人と手をつながなければいけないので、自然に小学生とも打ち上げることができました。フザー出店では、オイスカで採れたトマト、キュウリなどの野菜や、シフォンケーキやドーナツを販売しました。商品と一緒にオイスカのパンフレットを渡すことで、野菜を売って資金を得るだけでなく、オイスカという名前を地域の人に広げていくきっかけにもなりました。 このように、オイスカ中部日本教習センターでは、英語キャンプやバザ,ーのバザーのイベントを通して、地域の人々と関わるだけでなく、オイスカの活動や名前を広めていく活動も積極的に行っています。インターン活動を通して、普段では体験できない貴重な体験もさせていただき、新たな知識が身につきました。 これからはこの経験を生かして様々なオイスカのイベントに参加してさらなる知識を身につけていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。松本さんありがとうございました。続いて同じく中部日本研修センターで活動しました荒川が発表します。よろしくお願いします。それでは今から中部日本研修センターの活動について発表させていただきます。よろしくお願いします。 発表の流れはこのよう、このようになっております。よろしくお願いします。まずは自己紹介についてです。改めまして、えー、と私の名前は荒川義弘といいます、えー。2004年生まれの二十歳です。職業は、明城大学農学部生物環境科学科の2年生です。この大学では主に生物と人間,人間社会の共生を目指した学問について勉強しております。 主に外来生物の駆除の在り方や、また絶滅危惧種の研究、えー、環境問題について勉強しております。次です、下のある3つの経歴について簡単にご紹介させていただきます。こちらは私が大学に入ってから入ったイベンあのプログラムでございます。1つ目は、輝け愛知させな研究所とは、こちらは SDGs に取り組むパートナー企業から提示された課題に対し、大学生が、 サスティナブルな視点を持って現場での調査や企業、団体担当者とのディスカッションを通して1年かけて解決策を発表するプログラムのことです。こちらでは SDGs の項目を果たす持続的な解決策を見つけることは一筋縄ではいかないということを痛感したとても素晴らしい活動でした。次にフェニックス少年団についてです。 こちらは子どもの自主性を尊重した学年を超えた地域の遊び場を提供するボランティア活動のことです。この活動では子どもが楽しく遊べられるようにアイデア出しや教育の在り方など、父母の皆さんと同じ学生の仲間と共に楽しく話し合いをし、アットホームなボランティアで私にとって心の拠りどころである活動です。他にも多くの活動に参加してきましたが、割愛させていただきます。 次です。活動の動機についてです。私が CSO ランニング制度でオイスカに入ったきっかけは、先輩からの紹介でした。この団体では、海外の人と農作業ができること、<laughs> オイスカで採れた野菜が美味しいということを聞き、興味を持ち、過去の活動に参加しました。加えて、私は農学部出身であったため、農業に関する環境問題や世界の環境問題について学べると思ったのも参加理由の一つです。 続きまして、活動の紹介です。私のインターン先である中部日本研修センターでは、主に日本語教育、農作業、普及啓発の3つの活動が行われております。今回、私の発表では農作業について主に発表させていただきます。では、農作業についての発表です。今回は農作業の紹介に関しまして、私が体験した農作業の1日をご紹介します。 朝5時に起きまずえ農業の朝はとても早いです5時半からきゅうり、ミニトマト、ナス、白菜、小松菜など多くの野菜を収穫しますその後、収穫した野菜を地元の八百屋やスーパーに販売するために出荷準備をします途中朝食を挟んだ後、再開しますここでおいしく食べる食材の多くは取れたての野菜ばかりなので鮮度がよくとても美味しいです 僕はかっの野菜のおかげで多くの野菜が食べられるようになりました。朝食後、農作業の前に朝礼が行われます。朝礼では自衛隊や警察官がやるような気持ちを切り替えるための活動で、海外の農業研修生が日本語で逃げならえ、異常ないか、異常ありません、孫123のようなことが行われます。 私は海外の人が日本語で朝礼をする様子を見てとても新鮮な気持ちになりました。その後はシート張りや苗植えなど日本でもやる一般的な農作業をし、朝食、お菓子休憩を挟んで夕方5時頃まで活動します。以上、私が体験した農作業の一日です。活動の感想についてです。オイスカの活動を終えて、 いにいる海外の農業研修生や技能実習生の皆さんはとても優しく、休憩時には僕に話しかけてくれたり、作業時には助けてくれたいと、とても温かい気持ちになることが多かったです。約8か月に及ぶインターンを活動してきましたが、農作業で得た学びや海外の人との交流は私にとって大変貴重な無形の財産となりました。そして、インターン終了後も、 オイスカ主催の伐採体験講座やホストファミリーの招待、マレーシア留学生の英語ガイドなど多くのイベントにも参加してきました。インターンは終了しましたが、イベントスタッフなどいろいろな形でオイスカを応援していきたいと思っております。オイスカさんには感謝でいっぱいです。ありがとうございました。そして今後の予定です。私はオイスカで海外の人との交流を通じて世界に大変興味が湧き、 大学生の特権を使って来年ニュージーランドに留学することに決めました。価値観現地で、現地で日本では味わえない体験を学び、価値観や思想など世界から多くの刺激を受けたいと思っております。以上で私の発表を終わります。ありがとうございました。これで私の活動発表を終わります。続いて名取事務所で活動しました泉さん、よろしくお願いします。はい、えー、といととうことで、 えー、大石トリ事務所で活動しました、泉聡太です。よろしくお願いします。えー、まずはじめに、私の簡単なプロフィールからご紹介します。えー、名前は泉聡太と申します。えー、出身は福島県の郡山市というところで、所属大学は宮城大学の事業交渉学群です。えー、趣味といったのなんですけど、まあ、休日にサイクリングをしたり、 まあつい最近、最新機種に買い替えたばかりの VR だったり、メタバース関連のお話も好きだったりします。えー、まあということで、本題に入っていきたいと思うのですがま、まずは、このオイスカナトリ事務所ってどんなとこ、どんなことをしてるのというところから、皆さんと振り返っていきたいと思います。えー、オイスカナトリ事務所におけるこのプロジェクトの目標は、 東日本大震災で津波の被害を受けた海岸林を再生させることです。えー、皆さんご存知の通り、2011年3月11日、えー、宮城県の沿岸部一帯は東日本大震災による大津波によって甚大な被害を受けました。津波によって多くの人命や財産を奪われたこの宮城県沿岸部の地域ですが、この松をおとする 海岸林も例外ではありませんでした。この津波の力によって、まあ、根っこから投げされてしまう、投げ倒されてしまうような松だったり、こうたとえ津波から生き残っても、この沿岸で枯れてしまう松がほとんどで、まあこう、津波で耐え抜いて現在まで生き残っている松というものは本当にごくわずかとなっています。まあ、本プロジェクトは、宮城県の名取市というところの沿岸部一帯の海岸林の再生事業を行っておりますが、 このスライドの右の写真を見ていただければ、まあ、当時の悲惨さがご理解いただけると思います。えー、先ほど私は、この大須賀名取事務所の目標について、東日本大震災で津波の被害を受けた海岸にを再生させることとお話し,しましたが、えー、ただ、とにかく松を植えて育てることが大須賀のやり方ではございません。大須賀名取事務所の方針は、発足当初から一貫して、 粘り強い海岸林を作ることというものにあって、まあ、実際に現場に赴くとさまざまなこう粘り強い海岸林海岸林を作るためのエッセンスがところどころに散り,ばめ散りばめられていることが分かります、まあ、例えばなんですけどこの強靭な根っこを持っている松が津波で流されてしまったという背景にはこの根っこが本来のものよりも浅い部分で成長が止まってしまっていたからという理由があります そこで、えー、オイスカは、1ヘクタールあたり1億円の造成費用を要する森戸を作って、まあ、より深くまでこう物理的に根を張れる土壌を形成した上で、えー、松の苗木を、えー、植えています。まあ、これほどまでにこの大規模な工程を踏んだ再生事業なんですけど、まあ、いざという時にこうきちんと効果を発揮できる粘り強い海岸林作りには、まあ、絶対に必要な要素だと私も思っております。 えまた名取市は農業も盛んな町だったんですけどえ畑や農機具などが被災して営農が続けられなくなった方も多くいらっしゃいました大、まあ、スカはそういった地元農家の方々と協力しえ雇用関係を結ぶことで生計を立てられるような仕組みづくりも行ってきましたはいということで大カナ名取事務所でのプロジェクトについて簡単ではありましたがご説明させていただきました えここでちょっと宣伝なんですけども、一見新聞の論説委員を歴任し、まあ、現在はオイスカーアドバイザーを務める小林翔太さんが、えー、この名取市における海岸林再生のプロジェクトの10年間について、えー、まとめたこちら、松がつなぐ明日という本がございます。えー、こちらなんと、えー、先月ですね、造、え、補、ー、改訂版が発売されました。えー、ぜひご興味がございましたら、お手に取っていただければと思います。 えー、そんなオイスカーの取事務所なんですけども、インターン生としての活動は特に現場に出ることが多かった印象です。ボランティアにいらっしゃる方々のサポートが、まあ、私の、えー、メインの仕事でして、えー、ベテランの方々の動きを見て私も仕事を覚えつつ、まあ、少しずつではありましたが、徐々にリーダーとしてチームをまとめることができるようになりました。特に、えー、私が気を使っていたのは参加者の安全面でしたね。こう写真のように 夏はこう猛暑の中でも作業もあったので、まあ、常に周囲に目を配りながらこう作業をするように心がけておりました、はい、またこうインターン活動を通じてこの人とのつながりというものの重要性を実感しましたこう一つ例にとればこのナトリでのプロジェクトを支えている寄付金っていう存在はこうオイスカーと支援者をこうつなぐこのつながりを表すそのものなんじゃないかなって思います オイスカの理念に対する共感という点では、まあ、この NATO のプロジェクトに限らず、オイスカ全体にも言えることですね。まあ、こういったつながりが、つながりというものがまあ積み重なって大きくなっていくことで、まあ、一つのプロジェクトが成立していくんだなと、心から実感しました。えー、8か月間、まあ、数えきれないほど、さまざまな経験をさせていただいたインターン活動でしたが、まあ、最後にこの8か月間を振り返った成果と課題についてお話しします。 まず、成果の一つ目として、えー、インターン生としての自覚の芽生えというものがあります。えー、インターン活動最初の頃は、なかなかインターン生としての気持ちの切り替えというものがなかなかできておらず、の意識の低さから注意をいただくことも多かったです。えー、ですが、まあ、おいすか職員だったりこう、ベテランのボランティアの方々からの諸書に、えー、方々から、まあ、諸書においてこのアドバイスをいただき、自身の欠点を自覚することで、えー、その それを足りないものを補おうとする気持ちを原動力として、この自ら行動を起こすということにつながったと思います。えー、これはまあ社会人になってもまあ素直に人の話を聞くだったり、こう欠点を克服していこうとする心構えは絶対に忘れないようにしたいです。2、えー、つ目に、えー、この一つ一つの作業に意味があるということです。えー、これはプロジェクトの責任者である吉田達ちさんが えー、ボランティアに対してていいつも投げかけている言葉です、えー、私自身こう結構人に言われたからやりましたのようなこう目的なく行動してしまうことが、えー、多かったため、まあ、いつもこの言葉は自分事として捉えています、えー、このインターン活動を通じてそういったやらされてる感で仕事をするんじゃなくて、えー、常にこの自分の行動が何の目的に基づいたものなのかっていうものを 意識できるようになったことは、えー、一つ大きな成長だったのかなと思っております。えー、そして最後に、えー、私がこれから解決していかなければならない課題というのが、えー、失敗を恐れないことです。まあ、私はこう、なかなか人一倍失敗,をす、えー、失敗をすることに対して結構怖がってしまう節があって、昔からこう新しいチャレンジに対してどうしてもこう踏ん切りがつかずに足踏みってしまいます。 えー、今回のインターン活動の中でも、まあ、せっかくのチャレンジの機会を、まあ、ないがしろにしてしまったり、こう自然と自,自動的な態度になってしまうことがあって、もう本当になんか今ではもったいないことをしてしまったなとちょっと後悔することがあります。えー、そこで、えー、私が考えるこの失敗を恐れないために心がけるべきこの3つの要素というものを最後にお伝えします。えー、それは、 えー、失敗のリスクを減らす努力を惜しまないこと、えー、失敗は失敗として受け入れること、そして、えー、失敗を糧として成功につなげることです。えー、この三つ、す、え、べ、ー、てこう吉田さんをはじめとする大塚小イスカショの方々のその仕事に対する誠実な姿勢を見て学びました。まあ私もまだまだこう周囲の足元に及ばないくらいこう苦手意識というものはなかなか払拭できてはいないんですけども、えー、もし 次何かチャレンジしてみたいなと思ったときは、こインターン活動を続いて学んだこの3つのことを思い出して、自信を持ってこう最初の一歩を踏み出せる自分になりたいです。はい。ということで、えー、私からの発表は終わります。ご清聴ありがとうございました、はい。ありがとうございました。皆さんの活動や現地の様子をお聞きできたところで、続いては交流会 Q&A タイムに入っていきたいと思います。 少人数で和気あいあいと交流していただくためにも、ここからはブレイクアウトルームで2つの部屋に分かれて交流をしていきたいと思います。交流のテーマは,ーマはこちらです。インターセイが進行しますので、それぞれの部屋で交流をお楽しみください。なお、時間の都合上、参加者全員とは交流ができない可能性がございます。あらかじめご了承ください。また、質問したいことができなかった場合は、アンケートに記載をお願いいたします。ま 後日回答させていただきます。それでは交流会をお楽しみください。時間は押していますが、と皆さんと交流会はいかがでしたでしょうか、えー、それぞれのルームでどんなお話が出たかなど、まあ、簡単にでお聞きしたいと思います。えー、まずは、泉さんのグループはどんなお話ができましたでしょうかはい。えっと、こちらのグループはですね、えー、私と松本さん、えー 他の参加者の皆さんを比べると、なんと、えー、と他の参加者の方々の方が、えー、全員私たちよりオイスカ歴が長いという <laughs>、なかなか <laughs> ギャップのある、えー、グループだったんですけど、まえー、そんなこともあってか、こういろいろこうオイスカの、こうと昔の私たちが活動する前の活動だったりとか、こうどんなことにこうオイスカに対して関心を持ったかといった、まあ、そういったちょっとディープな話も聞けたりなど、まあ、いろいろこう学びのある。 ええー、お話になったと思います。感想ああ <laughs> ご質問うさまでしました。上手いさえお願いします。なんぞ感想ではないんですけど気づきとしてはおいすかののやっぱオイスカのその横のつながりというかそのセンター同士のあんまつながりがないのでこれからその広がりとかを作っていけたらいいなと思いました。うん、<laughs> えありがとうございます。 では中谷さんのグループではどんなお話ができましたでしょうかはいそうですね、えっと、私のグループもあのオイ大塚歴長い方、えー、いらっしゃってあのいろいろあの新しく学ぶことも <laughs> インターンせながらあったんですけれどもあの荒川さんがあの野菜が苦手だったのをオイスカの無農薬の野菜であの克服できた話だったりとか <laughs> あのそれぞれの皆さんのご職業の話とか。あの 参加者の皆さん同士で情報交換もしてくださったりとすごくあの楽しい時間が過ごせたかなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと時間が迫ってますので先進めます。えっと短い時間だったかもしれませんがえ皆さんが交流会を楽しめてくれいただきましたら嬉しく思います。そしてえ最後にアンケートのお願いです。今回参加していただいた皆様からの率直なご意見を 今後のイベントに役立てたいと考えております。こちらの QR コード、もしくはチャットにお送りする URL からご回答をお願いいたします、えー。私たちの活動の様子や今後のイベントは、こちらの Instagram で随時発信していきますので、ぜひフォローをお願いいたします。皆さんの SNS などでも投稿をシェアしていただけるととても嬉しいです。そして あ失礼しましまた。以上で海外だけじゃない国際協力 n g o オイスカの国内での環境活動について全国のオイスカ学生インターン報告会交流会を終了いたしますご参加いただいた皆さんオイスカの魅力が私たちの発表を通じて伝わりましたでしょうか交流会も楽しんでいただけましたら嬉しいです本日はご参加いただきありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました